はい、皆さん、こんにちは。今回は、めちゃくちゃ久しぶりに、超名作ゲームと言われた、まあ、今回はスイッチ版だけど、スイッチ版のムーンやっていきたいと思います。もうね、もう結構クリア直前なんで、頑張りたいと思います。レベルは愛の卒業式。で、このゲーム音楽がほぼないから、プログラム。あ、これか。あ、これからにしよう。これ、これ、これ。これ、これ。エンド。よし。さあ、まずは、お城に行こう。食べられたいです。レインボーロックス。パックンチョ。お城お城。おっと、UFO。王様のところで手紙をもらわないといけない。確か王様の寝室はこっちだったような気がするんだよな。音楽止まっとるし。あ、ダメなんだお城は。確かあの左の上。時間的には深夜3時だぞ。これだったかな。お、来たな。大臣には悟られておらんじゃろうな。あいつの耳に入ると金の無駄遣いと言って何でも反対するからの。実は折り入って頼みたいことがあるんじゃが、聞いてくれるかの。わしの世直し計画、月まで飛んでいけプロジェクト、手伝ってくれんか。実はわし、大臣のやっとることでは何も解決せんと思っとるんよ。大臣は何をしたいんやろね。月面調査船。ベイカー博士捕まっとったからな。ピロリロリ。よっしゃ。で、月面に行くためのアイテムはもう揃えてあるから、全部渡せば、多分エンディングまで一直線。のはず。レベルも結構上げとるから行動範囲もかなり広いとこまで動けるはずなんだよな。でも昔プレステ版の時のムーンもクリアしたけど、移動速度ね、もうちょっと速くなったらなーって思ってた昔は。この歩行速度絶妙なんよな。遅くもないけど速くもないみたいな。まあなんとか頑張ろうか。あ、そうだ、ここは切っちゃうか。
移動だしな。西、はい、トロピカルフィールドのベイカーさんの研究所まで着きました。あ、MD が変わった。終了。小僧たちも起きてる。こんにちは。ようこそ。噛んでしまった。ようこそ特会員様。捕獲。ピューン。さあ、ベイカー博士持ってきましたよ。ナヌルスポアゲナ、大阪間から手紙ルスポアゲナ、さっさとよこせい。親愛なるベイカーへ、今日目の前にいる少年は月まで飛んでいけ作戦の協力者じゃ。ところでまだパイロットが決まっておらぬはず。この少年を探査船のパイロットにどうじゃ。なかなかナイスな提案じゃろう。二人で世のため人のため頑張ってくれい。王様、世のため人のため、うわー、偽善者のセリフに虫唾が走るわい。あっちも偽善者、こっちも偽善者、キー。いくら王様の提案とはいえ、わしはお前をパイロットとして認めたわけではないからな。アオニサイである。ベイカーグラフィティオン。ベイカーロケットセブン。まずテンパリキュール、酒。ほほん、ほほほほん。鼻くそたれ、すっとこどっこい、バープリン。いや、待て、待て。テンパリキュール。カチッ。ロビーの回路。やっと持ってきたか。確か冷蔵庫。ほほん、ほほほほん。いや、待て待てよ。でしょ。あとゲーステと何やったっけ。花火や、確か花火や。
ほほーん。ほほほほーん。いや、待てよ。待てよ。やっぱり。来たー。あとゲステだけか。あ、そうだ、ゲステだけ。揃った。ほほん、ほほほん。ゲステ？いや待てよ。来た。頭の中にピキーンと来た。揃いました。ピョン。あ、パッパパッパパーン。開発状況 100%。 我が輩は猛烈に感動しちょるよ。クー、すでにロケットの発射準備は完了。涙がちょちょ切れて鼻水すすり出る。お、ラブ。え、ロケットどこにあんの？まさか、まさかテクノポリスにあるんか。やばい、場所探さなあかん。一回切ろうかな。多分テクノポリスにあるんだよな。ようこそ特会員様。切っちゃおうかな。ピューン。テクノポリスにやってきた。どこにロケットあるのかなと思ったけど、これロケットって書いてある。ロケット用エレベーター。テクノポリス。来た。乗ります。王様。お、ロケット。さあ、月までレッツゴー。大気圏突破か。お、何、あ、ベイカーの S って書いてある。お、大気圏突破。あー、大気圏突破。お、突破した。めっちゃ頑張った。さっきの一機はなんで落っこちたんだ。このミニロケットは何のために回ってるんだ。
大丈夫なのか。あ、主人公がちゃんとパイロットとして乗ってる。あ、割れ、なんか事故で割れたんじゃなくて割れるために割れたのか。オプションくん頑張れ。さすがに動けんな。オプション頑張れ。音楽は微妙にちょっと怖いな。ぶっちゃけ何か変化が欲しいぞ。そろそろ変化が欲しいざんす。さすがに何も動けんか。お、応答せよ応答せよ。こちらドクターシュタインベイカー、よく聞け王様。このロケットは衛星軌道まで誘導するようにプログラムされておる。余計なことをいじって壊すんじゃないぞ。よいか、お前は実験猿。我が輩がロケットに乗るための実験体なのだ。ひでえ。猿は猿らしく、おとなしく席に座っておれ。ひでえ言い方だ。ん？なんだ？通信システムに一丁おか。あ、オプションが、多分通信オプションが。赤オプションは何のために回ってるんだ。しかしベイカー博士の言いっぷりはちょっとクソ野郎だな。ベイカー博士を無視していろいろボタンを押してみる。無駄だった。ぶっちゃけここちょっと飛ばしたくなってきた。編集で飛ばしちゃおうかな。応答せよ応答せよ。こちらドクターシュタインベイカー、よく聞け王様。先ほどの樽人間の爆発でメイン通信システムが破壊されてしまったようだ。赤樽に装備されている予備の通信アンテナではこれ以上お前と通信することはできない。そろそろ通信可能範囲を超えるだろう。それより先の宇宙空間、タル人間の機械限界を読めません。どれほど危険なことがあるのか我が輩にもわからん。ん？警戒せよ王様。超音波レーダーに障害物、警戒せよ警戒せよ。なんだ？うわぁ！隕石。赤たる人間が必死に避けている。
ぜか王様には当たらないっていう、樽人間にも当たらないっていう。おお、あ、花火、大気圏突破できる花火なんかあんのか。あ、樽人間が、これはもう王様の戦いになるのか。おっと、あ、アダハ、アダハ、お前、お前宇宙空間も、アダハ君、君は人間を超えたのか。あーだ、あ、ミルキーウェイ、天の川、あの天の川でアダーが、さあ、お、またか、次は何だ。ガン、あ、なんか緑、あ、なんか見たことあるこいつ、誰だったっけ、忘れた。一つの旅が終わるとき、それは新たな旅の始まり。枯れた。また来た。人生は一夜の夢のごとく、目覚めては眠り、生まれては死ぬ。そうしていろいろなものが現れては消え、消えては現れる。それはわしもお前も同じことじゃよ。枯れた。また来た。ペタ。宇宙のあちらこちらで死んでは生まれとるよ。コロリコロリと命が転がっとるよ。枯れた。来た、また来た。ペタ。はてはて、お前が夢から覚めて別の次元へ旅立つのはいつだろうな。王様に扉を開けることはできるかな。もうそろそろ終着駅に着く頃じゃ。またどこかの道端で会う時もあるじゃろう。さらばじゃ王様。枯れました。さあどうなるんだ。ん、あ、あれ、エア、エア、空気が、あ、勇者か、さっきの剣って。エアトラブル、カクンテカクンテ、ナイスカクンテ。このムーンってゲーム、それ勇者、勇者が、悪の勇者がいるんだった。あ、あれ、
Welcome to... あれ?ゲームオーバー。どういうこと?ちょっと待って。さっきのメーター、なんか、マジで?嘘。俺攻略サイトであとはもう見るだけって書いてあったから何にもしなかったらゲームオーバーになっちゃった。嘘だろー。やり直しやん。はい、ということでとんでもない結果になってしまいましたが、次回ちょっとマジでもう一回これエンディング見るまでやるしかないよな。これはちょっと残酷な結果に終わってしまった。はい、よかったらコメントやフォローもよろしくお願いします。ありがとうございました。